してるから、なんとな、まだギリギリ目にかかってないけど、これ普通にしたらもう前が見えないんです。うまく剥がしてます。わかります。何のおじさんさん、嬉しいんですけど、そんなことでも言ったらレナッチさんに失礼になっちゃう。なんかめっちゃ色がなんかヤンキーっぽい色してますよね。昨日ママと話してた。なんかさ、この色さ、ヤンキーっぽくなってきたよねって。こんばんは。ぐっすり寝れました。あの後寝ました。東京リベンジャーズ、アニメはまだ見れてないです。録画溜まったまま。映画は見ました。映画も録画してあって、映画を見た。映画を先見て後からアニメ見ようって思ってます。ずう落ちただけです。なんかめっちゃ明るいよね。明るく見えるけどね、実際見るとさ、なんかシルバーっぽい色してるんですよ。なんか自分がこっち側鏡があるんですけど、顔見るとめっちゃグレーっぽいの。でもさ、こっちだとさ、すごいさ、黄色っぽく見える。なんでなんだろう。なんでだろう。なんかめっちゃね、グレーっぽく、シルバーっぽい、ネズミ色っぽい感じ見えるんです。直接見ると画面上だと割と黄色っぽく見えるけど、わからない。だからなかなかあのヤンキーですか。いるよね、あのコンビニの駐車場。コンビニ駐車場にさ、バイク止めてさ、座ってるよね。いるよね。自己紹介お願いします。はい、神奈川県出身、18歳、向井知事、オンっていうタイミングは向井地オンオンチーム A の先ポンコと道枝先です。なんかね、オンオンをどこに入れればいいのかが分かんなくなっちゃう毎回。今は行く時も恥ずかしくて、昨日は JK の隣、
え、そんな思わないですよ。え、しかも意外とメンバーがあれですよ、ひまわり食いついてましたよなんていうの、めっちゃ気になった。え、ひまわり？めっちゃお見送りの時にいろんなメンバーからファンサがもらえる魔法のひまわりですちょっと靴を脱ぎます。さっき座ってないよ、コンビニで。そんなヤンチーしてない、ヤンチーしてません私だってさっきのあれだもん、さっき駐車場あるコンビニあんま知らないそもそも ちょっとややこしいや。そう、そう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 。なんかお見送りのお見送りだって、何？怖い。お見送りの時にあのメンバー、他のメンバーが、え、ひまわりみたいな。なんでひまわり持ってんのみたいな。めっちゃ不思議がら。からひまわり持ってれば誰かしらと絶対喋れる気がする全然座り派より立ち見派ですか？座ってんのも辛いし、立ってんのも辛いよね、ぶっちゃけ。どっちも辛いよね座っててもさ、腰痛くなるしさ、立ち見だとさ、今度足しびれてこない、なんかジンジンしてこない、しびれというか足がジンジンしてくるの。足がジンジンしてくるんです。そう、どっちも辛いんですさっきはそれを知っている。いやー、どっちも辛いよ、絶対辛いと思う。なんか腰痛持ちとかの人は絶対座ったら無理な気がする。確かに立ち見の最善が一番いいです ね。ちょっと寄りかかれるというか、なんていうの、手すりがあるからさ、そのさね、なんていうんでしょうか立ち見の最善が一番楽ではないけど、一番まだね、いいんじゃないかって先は思う、ね、そんな感じ。じゃあ最近の最後の列、足がよくつかないですよね、あれ。
いや、わかんない。手すり触っていいのかわからない。でも触ってる人いるよね。先はわからない。そこまで詳しくない。どうなの、ダメなんてある？手すり触ったらダメ？みんな触ってるくない？たまにめっちゃイケイケの人いるよ。いるよ、イケイケ。足組んでこういう感じで座ってる人。なんかさ、足組んでんのもさ、微妙に見えるから分かるんよね。セリ久しぶりですごい怖かったです。めちゃめちゃ怖かった。よしよし。いや、パリピではないです。なんかめっちゃイケイケ系な感じ。パリピではない、なんか違う。なんかね、どういうイケイケなんだろう。なんかそのヤリラフィーみたいな、そっちのイケイケじゃなくて、なんて言うんでしたっけ、まるちゃんに出てくる花輪くん的な、そっち系のイケイケ、なんて言うんだろう。どちらかというとそっちの方です。ヤリラフィーじゃない、なんかでしょう。どっち、難しいな説明が。なんかね、花輪くん的な、なんかどちらかというとそのウェーイじゃなくて、イケてんじゃないみたいな感じの方。かな、そっちです。そう、花輪くんみたいな感じ。あ、一番近いの風間くんかもしんない。もしかしたら風間くんと花輪くんミックスした感じ。ちょっと難しい。例えばなんか今日俺イケてんぜみたいな感じの方です。その方はよく見ます。よく見る。よくね、立ち見の最前にいるんよ。あ、こうしてみてんの。そう、なんかさ、あそこめっちゃボロボロになっちゃってるよね。なんであんなボロボロになっちゃうんだろう。そうなんです、ちゃんとバッチし、ちゃんとパーカー着たよ。パーカーね、引き出しの奥にしまってたから引っ張り出してきました。あー、俺か、俺以外かけ、それが分かんないかもしれない。俺か俺以外かけ、何でしょうか。多分それかもしれないです。多分それっぽそう。全然熱くない。なんかねえ、今日すごい寒いんですよ。そう、びっくりしちゃった。
外出たらめっちゃ寒い気がするんだよね。今はなんかポカポカしてる感じ、ちょうどいい感じ、ちょっと眠くなるような感じの暖かさ暖かさ的には。え、わかんない。なんか席が外出てる時間ね、あんまりそんなめっちゃっていうほど雨降ってなくて、だから次本当に台風来たのか全然わからないんですよ。これ椅子です。寒いですよ今日。お腹大丈夫になったんですよあの変なギルギルなくなった、なんかギルギル、なんか胃液通ってるぜみたいな音がするんだけど、それがなくなったよかった。嘘だ。そう、わからない。昨日千葉の球場にトビ、そっか、トビっていうのか。なんでトンビっていうんだろう、わかんない、忘れちゃった。なんかみんながみんなトンビっていうね、トビなのにね。ずっとお腹が息取ってます、チューみたいな、なんかさ、わかります、なんかさ、息通ってるぜみたいな音たまになりません、なんかチューみたいな、消化なのかわかんないけど、その音が先すごいあんま好きじゃないんですよちょっと今ちょっとオブラートに包んだね、すごい好きじゃないね。だからなんかギュルルルは、それは絶対お腹下してるやつじゃん、違うの、なんかそれじゃない、胃液が通りますじゃーんみたいな分かってほしい。なんかグワングワン、なんていうの、みぞおちがグワングワンしてる感じで、なんかね、胃液が通りますじゃーんなるの、それが好きじゃないんですよ。分かる人には分かって、誰かに伝わってほしい、これ同じ人いないかな、なんかさ、ジョーンみたいなそう、言い切っておりますって感じの、ね、音が鳴るの、それがなんか席は、それがなんか気持ち悪いの、なんかその感覚があんま好きじゃない、あんまじゃないね、めっちゃ好きじゃないの、それがとても嫌い。なんか変な感じして、なんか気持ち悪いって感じする。なんか土管に胃液が通ったよって感じの音。バイクで走ってるっていうよりかは、なんか土管とかそういうの、なんていうの、パイプとかに胃液が通るぜみたいな音なの。なんだろうね、よくわからんな。なんか図鑑の中に土管でできた スプラッシュマウンテン的な
プラッシュマウンテンができた、あの落ちるとこ、そんな感覚。え、嫌じゃない、なんか、え、何ってなるよね。それがよくなるんですよ。え、なんかお医者さんがいる。え、一応好きでも一応上ならないんだよ、いつも席が一応上になるって珍しいんですよ。だって兄弟の一応上マジで映ったことがない、なんか一回ね、先以外本当にみんな一応になった時があったんですけど、先だけ全くだった。そう、なんかジェットコースターみたいな感じ。そう、ドラケン。髪色じゃない。そう、それなるからあんまご飯食べれなかったけど、でも全然、うん、平気です。なんかよくわかんないけど、気づいたらいつもそれなくなるんですよ。最近はでもよくなる、それが。食堂？え？なるほど。食堂？わからないわ。お医者さんじゃないから。ちょっと内臓見せてって怖くない？え？怖い怖い、切られんの？やだ、怖い。怖すぎでしょ。ちょっと内臓見せて。めっちゃ軽く言うやん。こんばんは。ねえ、怖いんだけど。そんな言われたら怖すぎる。ねえ、さっき絶対さ、そう、今ね、足首がずれてるんですよ。すごい唐突。急すぎる。なんかね、左足首絶対ずれてるんよ今。今日ね、朝ね、ママが「この靴履いてたら可愛いんじゃない？」って言われて、なんかね、ハイカットの靴ね、ママが貸してくれるって言ったから、借りようと思って履いたら、めっちゃくるぶしが当たって、左足だけ、と思って、なんでだろうと思って足見たらさ、なんかね、撮った時にさ、足首がずれてるんよね、この足とここの部分、ここがね、内側入ってんの。さっきさ、足がキーってなってもさ、痛くない人だからわからないよ。だからいつも知らない間にあれなんですよ、足がずれてるんです。前も直してもらったの、なんか前話した、これ前話したわ、話したんだけど、なんかさ、公園出る前に、公園の日だったの、その日は公園の日で、で午前中は弟の面倒を見ないといけなかったから、弟とお家でお留守番して面倒を見ながらって言って、一緒にあのお昼寝したでさ、はって起きんじゃんでさ、起きた時もさ、ちょうどさ、弟がさ、ハイハイしてった音が聞こえたから、あ、起きたんだと思って、起きなきゃと思って起きて、で弟を追いかけようと思ったら足がしびれちゃって、クキーってなって、あ、クキーってなった、でも足しびれてるから感覚ないし痛いしみたいな、うーんってなった。
とりあえず弟を助け、あれ連れ戻しに行って、で一緒に遊んだなんなりしてて、でなんか私そんなでも言うてそこまでだけど、なんか変と言われたらなんかちょっと変な感じするなって感じだったんですよ。だからなんか公演終わった後にあのトレーナーさんに聞いたんですよ。なんか足首が効いてなってからなんかちょっと変なんですよねって言ったら、ねえこれ足首ずれてねって言われた。足しびれると絶対捻挫しちゃうの、立てない。捻挫が効いてない。最近何の映画見ました？私が持っててどうすんだ。なんか足首をこれが足の甲でここが足首だとするんじゃん、ここがねちょっとずれてたの、こことこの間。10年出しちゃう。もう痛くないんだから、痛くないんだから、痛くないからいいんだけど。え、もうこれで痛かったら発狂もんですよね。さっき本当痛くなくてよかったと思って。でもねこれがね共感できる子がねもう一人いるんです、この足首、足首の件について。これほんと最近知ったんだけど、この間そのあのさっきお泊まり行ってたじゃないですか、親友のところお泊まり行ってた時にね、足首切ってなったのよ。でさ、あ痛とか言って、痛くないのね、なんか不意に出るんですよ痛って言葉が、だって痛そうじゃん。なんか痛とか言ってさ、言ってさ、あ全然痛くなかったわっていうのをよくやるんですよ。でそれ話してたら、そしたらなんか、待ってね、足首敷いても痛くなんないよねって話になって、そう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 って言ったら、一緒なんだけど初めて出会えたって言って、年長さんからさ知ってたのにさ、年長さんに知り合ったのにさ、すごい最近知るっていう。そう全然痛くない、腫れもしないからすごくない、腫れてんのかも分かんない、全然腫れてないんだよね、痛くもないし、とても不思議なんです。そうなんか足首緩くないっていう話になる。絶対緩いよね足首って。多分足首が緩いから口でも痛くない。うん、ありがとうございます、嬉しい、このショールームきっかけ。そう足がおばっかな、足首がねグラングランしてる。でも本当に安定してないのずっと、それはちっちゃい頃からそう。足首グラングランすんなとは思う。だってあのなんかさ、椅子とか座るじゃんの時にさ、年長さんの時、幼稚園の頃とかよくやってたんだけど、足さこうやってやっちゃうんだよね。じゃあこうやってあのなんていうの、足のこうやってなっちゃう、座ってると癖で、癖なのかな、わかんないけどやっちゃうんだよね。
閉めないとだよね。ちゃんと閉めた方がいいよね。ネジ閉めましょう。ネジ閉めた方がいいね。え？声が今の声すっごい汚かったね。汚すぎたね今のね。どっから声出たのか自分で分かんなかった。え？叫びそう？え？優しすぎ。多分めっちゃ柔らかいよね。いや、さすがに公演中はしないよ。けど、なんだろう、なんかさっき卒園式とかの時すごいやってた気がする。やってた記憶があるもん。何なんだろうね、なんか骨が柔らかい、骨が柔らかい、関節。うん、ズボンだよズボン。さすがにスカートではできない。めっちゃ声がさがさ。さすがにスカートではできないよ。スカート見えちゃうじゃん、パンツが。それはまずい。え？そんなん言ってくれんの嬉しすぎる。でも授業はさ、あれ？集中した方がいいですよ。授業受けてる時間が無駄になってしまう。それだけは、せっかく授業受けてるんだから。うん、はっきり言った。え、なんかさ、兄弟ちっちゃい子が多いからさ、全然普通に言っちゃうんですよね。絶対まずいよね。なんて言うべき？なんて言うべきなんだ？なんかさ、兄弟とかさ、多いと。なんならちっちゃい子がいっぱいいるので、うん、よく言うの、ね、早くして、なんかお風呂入るときとか、ね、パンツ持ってきたとか必ずする。確認、パジャマよりも先に。いつもさ、そうだからもう全然言うのが恥ずかしいとかじゃない。もうそれが日常すぎて何とも思わなくなった。最初はやっぱり恥ずかしいじゃん、言えないじゃん。けどさ、もうさ慣れた。今一番好きな曲、うん、何でしょう。なんか今日めっちゃ人通る。え、なんだろう、今最近好きな曲、なんだろう。みんな大好きアンパンマンと一緒に歌うよ元気よく。好き、ドレミファアンパンマン、ドレミ、ドレミファソソソ、心が弾む、ドレミファ歌を声合わせ。なんかブラートに包まなかった。ん？最初は言うの恥ずかしくて、全然そんなの多分ね、前の自分だったらコメントすら読まない気がする。恥ずかしすぎて。だけどなんかちっちゃい子のお世話とかしてると
全然普通になっちゃう。感覚が変わる。こんばんは。ねえ大変ですよ、弟と一緒におらんの。一番下の子が大変。あ、一番下、下から二番目が一番大変かな。もう喋るわ喋るわ喋るし、なんか脱走してっちゃうし、気づいたらいなくなってる。え？って感じ。今からスタバ行くんですか？あ、さつまいも大丈夫系ですか？さつまいも大丈夫系ですかね。大丈夫でしたら本日からあれですよ、あのなんて言うんだっけ、あの炙るやつなんかブリュレみたいなビブレって言ってる人がいる。そう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 、今日から期間限定のさつまいもブリュレだって。あ、大丈夫ですか、それおすすめですよ、絶対美味しいじゃんって話してたのしかも昨日、絶対美味しいやつやんって話してた。大丈夫になりました、本当にすいません。ブリュレ、さつまいもの売ってたらどうだろう、売り切れちゃってるかもしれない、都会だと。ちょっと探してみてください。それか絶対美味しいと思います、美味しいと思います。だってもう見た感じすごい美味しそうだったよ。どうと別に頭洗わせた。いや洗えないんですよ自分で、まだちっちゃいから。あ、多分あります。いってらっしゃい、帰ってきて感想待ってます。感想どうなんだろう。でも絶対美味しいよなと思って。いや飲みたい飲みたい、とても飲みたい。さっきの頭を弟に洗わせる絶対嫌だ、絶対さ、あの洗い残しみたいな絶対あるよ、やだやだやだだってあれだもん、小学生組は坊主が多いだからさ、うん、さーってあれば荒れちゃうじゃんだからいいけどさ、あの髪の毛ふさふさしてる子たちは絶対に洗えない。多分ねそれ嘘ですよ、道枝という名字はほとんどいないって。多分10世帯とかの意味じゃないですか、住人じゃなくて。なんかさ、道枝っていうイメージが10個家族いるよ的なだと思いますよ。っていうか絶対さ毎年さ更新されてるよね、絶対もっと人数増えてると思うんだけど。だってさね、普通に考えてさ、ちっちゃい子供がさ生まれたらさ増えるくないっていう。
それで10人は絶対ありえないですよね。ってずっと思ってた、ね、10人でも少ないかもしれないけど、なんか九州の方だっけな、なんかどっかの県に大量にいるみたいな話聞いた、どっかわかんない、九州か、九州の方って聞いたの、の方になんか結構いるらしいですよ、意外といるみたい、そんな本当に全然いないってわけではない、そうなんですよ。そうそう、だからね、多分1000人いる気がする、全然いる気がしますよ。さっきのお父さんは宮城、あー佐藤さん多いですね。佐藤さんいっぱいいる。あと鈴木さんとか。二人とも16気に入るね。佐藤みんなとくれるんだ。先は神奈川県出身です。神奈川です。生まれてから18年神奈川でございます。なんかめっちゃ最初とかさ、すごい言葉遣いがヤンキーって言われた。違うんだよ多分これ、地元みんなこんな口調だからそう聞こえる、周りからしたらそう聞こえるのかもしれないけど、地元これが普通なんです。なんならまだ全然いい方。めっちゃね、全然うっそ、10人くらい、ほんと？それは嘘な気がするけど、なるほど。今日さすごい人が通るからヒヤヒヤしちゃう。いや本当にそうですよ、5世帯は増える見込み。こんばんは。なんか地味に割れてますね。道枝席ってさ、なんか不思議だよね。めっちゃね、バカにされるよ。道に落ちてる枝の先。道に落ちてる枝に咲く花だって言われる。中学小中めっちゃ言われる。弟たち家庭持てるかな、どうだろうね、ちょっと楽しみ。こんばんは。あ、やっぱりスタバのあのブリュレのやつ売り切れなんですよね。だってもうあれは写真で見ただけでもとても美味しそうでした。
側に。めちゃくちゃ美味しそうだった。また売ってる時見たら飲んでみてください。酒も飲みたい酒も飲みたい。ちょっと今は我慢。いつまでやってんだろう。武道館後やってるかな。どうだろう。おーおおとかね。ね、なんかさ、あの握手会の時すごい中学入りたてではなかった。入ってからちょっと経ったぐらいの時に、そう、そちらの道枝さんのあのファンの方が、ネットでなんか見て気になって会いに来てくださった方がいました。めっちゃびっくりした。あ、待って、買いましたって書いてあったね。ごめんなさいよかったよかった、それならよかった。無事に買えてよかった。感想を待っておりますごめん、全然見間違えてた。普通に怖い怖い。よかった変えて、ごめんね本当に。怖い怖い、自分怖。道草先、言われたことない、そんな。怖いで、そんな言われたことないよ。こんばんはお腹が鳴ってしまった。今から居酒屋のバイトに、ね、行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってね、バイバイ頑張って。いや本当にわかりますよ、あの田舎でよかったって本当に思うよね、そういう時本当にそう思う。でもいいよ、田舎でよかったって。そう、なんか聞かれるけど、全然そんなことないし、めっちゃね優しい人ばっかりだった。何回かあるんですよ、その握手会に、握手会に何回か、あの別々の人ですよ、全然何人も来てくださった方いた。そう、びっくりした、びっくりしちゃった。めっちゃ楽しそうな声聞こえる。あ、わかるわかる。なんかさ、推しのグッズとかさ、コンビニとかでコラボしてんの、そう、買い占める人がいるんですよ。さっきもそうだった。あのコナンのくじやりたくて、ちゃんと電話してね、あの在庫残ってますかって聞いたの、発売日に。そしたら、あのまだ来てなくて、明日の夜ぐらいには多分お店に並ぶと思いますって言われたの。だからね、その次の日の夜行ったんよ。なかった。全部あのまとめ買い、なんていうの、箱買いみたいな、全部も買ってっちゃったみたいで買えなかったってことが多々あります。めっちゃわかる。でも本当にお金持ちですよね。お金の使い方が上手なんでしょう、多分。
上手なんだと思います。今日お家じゃないんですよ、練習してて。あ、それだ、大人買い、それだ。そう、めっちゃね、びっくりする。だからさ、あるって言ってたから来たのに、そんないっていう。しかもちゃんと電車乗って買いに行ったんよ。なのに買えなかった。悲しすぎるでしょ。悲しすぎたよ。でさ、そこからまた一番近いコンビニ行ってもさ、なくてさ、何個買い占めたのみたいな。めっちゃなってた。へーって感じだよね。え、そう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 、本当に悲しいし悔しいし、マジかーってなるよね。だったらネットでなんかね、頼んでけばよかったとかすごい思っちゃう。いつもだったらもっと前もってネットで予約しとけばよかった。めっちゃわかる。めちゃめちゃわかります。そうなんですよ。田舎っていいけど、そういうなんていうの、アニメグッズだったり、推しのグッズ系と、あと何、くじとか、本当に大人買いしちゃう人しかいない。気づいたらない、あれってなる。あれないって。こんばんは。めっちゃわかるわ、それを共感しかない。家から駅まで車で30分くらいの、遠い遠い、大変だそれは。遠すぎる、大変だ。推し活も大変ですね。いやー大変だ大変だ。でめっちゃわかる。めっちゃわかるとか共感しちゃう。今日寒いんですよね、本当に。さっきは長袖をついに出しました、パーカーだけど。なんだろう、何してる人見ると切れそうになる。なんだろう、あー転売、なるほど。いやそれはブチギレ案件ですよ。それはブチギレ案件ですよ。だってさ、他になんかさ、買いたいのに買えないって一番嫌だよね。えってなるよね。しかもさ、転売する人ってさ、だいたいさ、金額さめっちゃバーンって上げるじゃないですか。へーって感じですよね。へーって感じ。それは切れちゃう。やだ、なんか今日いっぱい人いる、気になっちゃう。あの、いっぱい人が通るから。いっぱい声聞こえません？なんか地味にだけど、すごーいって言っちゃった。つらい言うとまだ半袖いるけど、え、全然大丈夫ですよ、半袖でも。あの、今日びっくりしてた、あのね、キャミソールみたいな、あのここだけ
のキャミワンピみたいな、いましたよ方、キャミワンピ着てる方、すっごい寒そうでしかなかったもん。え、大丈夫なんかなと思った。あ、聞こえます？聞こえてた。めちゃくちゃいる。でも誰がいるのかが全然わかんないの。足元しか見えないから、こっからだとね。だから全然誰が撮ってんのかわかんない。わかるのマネージャーさんぐらい。あとみんなレッスン着だからわからないけど、本当に秋通り越して冬、本当にそう。氷点下行くところある？それもやばすぎ、寒いもん。いや、それは寒いですよ。半袖短パンでバイク乗ったらそれは寒いすぎます。いや、なんなら夜さ、それさ、夜にさあれやね、やったらもう凍っちゃう。凍ってしまう。 ありがとうございます。うん、確かにね、誰も買わなければいいんだけどね。ね、買っちゃうもんね、誰かしらね。なんで買っちゃうんだろうね、あまりにも欲しすぎて。でもさ、世界中と、世界中違う、日本中探したらさ、どっかしらにありそうだよねって思うんだけど、先だけ。だからさっき探しちゃうんだけど、でもそれで見つかってること多い、意外と。なんかさっきのパターンなんだけど、ね、コナンのくじ、その全部まとめ大人買いされちゃってて、最初で次のとこ行ったけど、一番近いところにね、次のとこ行ったけどなくて、もうダメかと思って思ったけど、でもその次の日とか、あの、そのなんていうの、例えばレッスン場に向かう最中とかのコンビニ全部寄って、今すっごい空気みたいなお腹の音なった、風船みたいになった。なんかさ、待って、バカな感じな、今の急すぎて。例えばレッスン場に行きます次の日ってなった時に、そのレッスン場行くまでの間のそのくじが売ってるコンビニを全部調べて、そこ全部寄ってから行ったりしてた。 そしたらあれ、 S 賞出た。S 賞出ちゃったの。そしたらだから席さ、売り切れちゃってたら嫌だと思って、そのレッスンが始まる前に行ったので、さ S 賞出ちゃったからでかすぎて担ぎながらレッスン場来た。どうしたのって言われて、ちょっと恥ずかしかったけど、そういろんなところぐるぐる回ってた、ね、ずっと。もそこもいっぱいはなんかね、あったはあったんだけど、でもほとんどあれだったの、もう残りが F 賞とか下の方しかなくて、だからその S 賞出たらやめて、でまた違うところ探しに行ってっていうのを何回もやってた。そしたら気づいたらね、全然大人買いできる分くらい買ってた。全然買ってた。めっちゃ買った。40近く買ってる。やばいよね。自分でも引いた。怖ーと思って。そっからちょっと気をつけるようにしてます。そっからさすがにそんなに買わなくなった。あ、自分怖ーと思って。は
配信はあと1時間します。1時間くらいかな。こんばんは。そういう賞が出たの、あのイラストのやつ、イラストのなんかこっちか横のやつで、イラストのやつとあとぬいぐるみ、しかも推しの深井さんとあと沖安原沖数の2つともぬいぐるみ。え、そう、みんながもうないよって言ってる時に見つけた時に本当に叫びたくなっちゃうそれぐらい嬉しいマジみたい、やばいやばいってなっちゃうですね。8時くらいまで配信ですね。ありがとうございます、優しい、よしよし、ちょっとハートそう、セリがねちょっと怖かった怖かった、だって何年ぶり、分かんないぶりぐらいだったよね、セリ動いたのが。怖い怖い分かった。嘘、好きっていう名前が良かったですか本当にどうだろう、こんばんは、どうなんでしょうか、分からないいいのか悪いのかも分からん、どっちもどっちって感じですよ。あのね、さっき言ってね、そう、割とバカにされます名前、特に小学校はめっちゃバカにされるよ、そう、めちゃめちゃバカにされます。なんかさっきとか言ったらみんな視線くる、え、さっきとかそんなんばっかり、しろってみんな見られる。で、さっきがさっきとか言うと、え、さっきがさっきとか言ってる、ダジャラじゃーんって始まる、ほんとしょうもないよね、そんなんばっかりですよ、そんなばっかり。当時はすごい嫌だった、それが嫌すぎてもうフルシカトしてたフルシカトだよ、もう 何事もなかったかのように、む、嫌すぎて。こんばんは。ね、やっぱりありますよね、なんかさ、名前ってさめっちゃ言われるよね特に小中あるあるだよね、これ小学校中学校あるある、めっちゃ言われる、いじられる。先はそれが嫌だったから、古しかと感じなんかね、一人あれだと、小学校の時にね、ちょっと面白い先生がいたの。で、その先生にすっごいいじられやすかったの、よくわかんないけど、めっちゃいじられるんよ。なんか2つ下でお団子してたの、そしたら卑弥呼って言われたんよ。えって感じじゃない、卑弥呼横じゃないみたいな卑弥呼ってこうじゃないの、さっきさ、ここでさ団子してただけなんだけど、2つ
めっちゃひみこって言われて、それからめっちゃひみこって呼ばれるように最悪だった。それ嫌すぎて苦しかったも完全。でもその後にね、先生がねアイス買ってごめんねって、なんかいいやちょろすぎだよね、アイスでアイス買ってもらったから、ルンルン。しかもなんかめっちゃ仲良かった先生だったから全然良かったけど、やばすぎだよね本当に、嫌すぎて。完全フルシカトだった。こんばんは。ねえそうですよね、なんかさ、もうそうやるとどう触れていいのかもわからない。なんかもう それが定着されても嫌だし、なんかね、それでさ、なんか嫌だーとか言ってもさ、なんか絶対定着されるやつじゃん、永遠と言われるやつじゃんみたいな、それは嫌だから。だから完全無視。だって嫌だもんね。こんばんは。ずっと嫌で仕方がなかった。けどさ、だんだんみんな大人になっていくからさ、そういうのがなくなる、なくなったからよかったけど、どうだろうね。あ、遊びに来ました。ありがとうございます。字の形でもいじられるの？やばすぎ、そんなことある？うん。そう。全部がな。そうなの？やだね。なんかさ、どう反応したらいいのかちょっとわかんないよね。なんかこれで笑ってさ、ね、なんかあはは、みたいな感じなっても、なんかちょっと気まずいじゃん。お互いちょっと気まずいってなっちゃうし。どう対応するのが一番いいのかってなったら、難しいよね。めちゃくちゃあるある。めちゃめちゃあるあるなんだけど、嫌だよね。でもね、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ嫌よね、いじられる名前を。なんかせっかく親につけてもらったんだからとか、そういう意味もあるっちゃあるけど、でも先は そこまでは思ってないな。別にそこまで思ってるわけじゃないんだけど、なんか普通に気まずいっていう。なんかね、そう言われたらさ、どう返したらいいのかわかんないし、ちょっと気まずいよねーって。ちょっと気まずいってなっちゃう。だからね、どう対応するのがいいのかなって、ちょっとそこは難しいです。難しいよね、ちょっと難しいなと思ってます。永遠といじられる。こんばんは。
ばんは。こんばんは。ねえ、しつこく言ってくるの最近も好きじゃない。中学だけ、中学だけ、人生で一回だけあるんよ本当に。しつこすぎて、しつこすぎて本当に無理ってなったことが一回だけある。人生で。いや、その子は、え、ねえ、なんかさ、匂いのあるアルコール消毒したらさ、なんか、除湿機、何これ、空気清浄機だ、反応しちゃったんだけど。空気清浄機反応しちゃった。あ、ブリュレ美味しいですか？めっちゃさつまいもっていう感じ。なるほど、ありがとうございます。これさつまいも感なかったらショックだもんね。ちょっとね、えってなっちゃう。え、上のさ、なんかブリュレの部分ってパリパリしてました？パリパリしてなかったらブリュレじゃないか。どうなんでしょう、わかんない。しつこいのはかな、違うな、しつこいじゃないな、なんだろう、全然恋愛に対してじゃないですよ。あのね、なんかめちゃめちゃ聞いてくる子がいたの。なんか今日早退するの、それだったら全然いいよ、全然答えるよ。あ、今日は早退してるかなみたいな、あ、今日は5時間目に早退するかもみたいな感じで話すんだけど、全然いいの、それは、それはもう全然いいの。あのね、それがね、1日にね7回8回も聞かれるの、同じ子に。何回聞くんっていうぐらい聞かれるの、女の子です。パリしてるものが上に乗ってます。ありがとうございます。それは飲みたい。それは飲みたい。ありがとうございます。ちょっと飲めるタイミングで飲みたいと思います。飲んでくる酒も飲みたい。サラマ全然男子じゃないですよ、女の子です。しかもめっちゃ仲いいってわけだもん。初めて同じクラスになってそんな喋ってない子。そう、びっくりしたの。え、そんな聞くみたいな、さっきも言ったじゃんみたいな。あれ言ってなかったっけと思いながら、いや言ったよなと思って。めっちゃ謎すぎました。なんでそんな聞いてくるんだろうと、よく分からなかったから、すごいめっちゃ嫌だなって思ってた。めっちゃ聞くやんと思って。なんかさ、他の友達とさ、ワイワイ喋ってる時も聞いてくるの。なんかその時たまたま同じ班だったんですよ、グループごと。なんていうの、机でさ、だいたい席順でだいたい班が決まるんですけど、こうやってで班が一緒だったの。それでなんか友達と喋ってたり遊んでたりしても聞いてくるの。ねえねえ、今日いつ早退するの、今日しない
さっきも言ったじゃん。さっきも言ったやん。でもただずっと。え、スタバ行こう？行こう行こう。す元気になりましたって。ありがとうございます。え、そう。あのね、ムックの月見も食べたいの。あのすき焼き食べたいの。すき焼きがねめっちゃ気になってるんです。なんか今日ステアハバ消えてない？いるんだけどさ。なんか画面がぼやけてるというか曇り始めてる。なんだろうこれね。めっちゃ一重に見える。シェイクやフルーリーも美味しそう。それは美味しそう。そうなんですよ。不思議なことがね、相対の話だけな。逆に それ以外の話したことないっていうぐらい。とても不思議なんです。本当にそれ以外の話をしたことないの？だから謎なんです。本当に不思議です。めちゃくちゃ不思議なの。他の話してるかと思うじゃん。それだったら全然しつこいって思わないよ。違うの、本当に相対の話しかしてない。逆にそれ以外で喋ったことないレベル。え、月見食べたいね。美味しそうなのばっかりじゃん。すき家の牛丼。本当になんかわざとなのかなって思うくらい聞いてきた。どうしたんだろうね。とても不思議な子でした。え、待って、月見ってさ、マックだけじゃないの？めっちゃさ、あるんだって言いながらモスの素通りしたけど、待って、月見ってそんないっぱいあるんですか？マックしか知らん、全然知らなかった。こんばんはね。そういう趣味なのかな。ほんとな、え、そんなにあるの？知らんかった。月見ってマック専用じゃないんだ。マック専用かと思ってた。マックにしかない、マック限定の月見なのか。そんなにあるんだ。初めて知った。初めて知ったんだけど、ちょっとテンション上がっちゃう。そうなんだ。コンプした人いないかな。コンプ全部食べたよっていう人、おすすめ教えてください。一番美味しかったところ、こっそり美味しいです。あ、目玉焼きがあれば月見、なるほど、そういうことか。なるほどね。え、そういうことか。なるほど。あ、まだコンプリートはしてない？こんばんは。じゃあしたらおすすめ教えてください。あのね、来ると、あ、くるるんとね、月見食べたいねっていう話をしてたの。
ケーキ食べたくないっていう話ですよね。そうだからちょっとおすすめ教えてください。なんかインスタの DM とか755のコメントとか Twitter のコメントとかリプとかなんかいろいろどこでもいいのでお待ちしておりますいつでも教えてください。食べたらえ、したい。月見配信したい。児玉さんが誕生日の時にしてた、食べてた、可愛かった。あれめっちゃ確かにみんなマックでしたね。割とマック率高い。え、てかさ、マックしか見たことないんよ割とマック率高いとかいな、さっき見たことないマックしか。うわ、美味しそうなのいっぱい並べちゃって、こんばんはいいな。明日ちょっと来るに聞いてみますね聞いてみて、いいよって言ってくれたらします。食べてましたよね。動画がツイッターに上がってた動画、可愛すぎていいね押しちゃったもん、ね、その時なんかしてたんだよね。その日何の日だった？さあ、やばいやばいってなってたの覚えてんの？なってて、で何かをしてたの。そしたらさ、気づいたらさ1時半ぐらいになってさ、あれやばいと思って慌てて児玉さんにおめでとうございますって連絡した1時間半過ぎちゃったけど、本当は12時送りたかったけど送れんかった。満月を見ながらえ、難しくない？外で配信ってこと？難しくない？え、したー。みんなでさ、芋栗さったらうとさ、クリームボックス食べながらさ配信したい。え、なんかさ、ツアーとかさ、ツアーとかでさ、いろんなところさ行ってさ、でやってみたい。なんか郡山の方行くことがあったらさ、したい。え、コストコのおすすめ配信してほしい？全然しますよ全然しますよ、もちろんですよ。え、そう、ちょっと難しいかも。なんかね、ちょうど月が見える方に窓がないんです。それだとベランダになっちゃう。しかもベランダ外出ないと見えない。それはちょっとできないかもしれん。全国からお取り寄せしました的な。なるほど、楽しそう楽しそうだな。それクリームボックスさん、食べ歩いたの？めっちゃいいじゃないですか。席ね、あれだよ、箱郡山の駅で買って箱のやつ、お土産用のやつ買って、でそこで芋栗さだろも買って、
新幹線で食べながら帰ってきた。帰ってきた？東京戻ってきた。先あるあるなんだよね、一人新幹線。そうですそうです、箱に入ってんの。この時間は、いや全然そんなことないです。今日は練習しに来て、練習してで配信してから帰ろうと思ってた。なんかね、練習してから家帰ってから配信だとね、あのイベントの時間が間に合わないんですよ。このイベントは45分まで、嘘ついた、59分までなんで45が出てきた、59分までなんですよ、あの19時だから、それまでにやりたいなって思ったから。今日同期ほんとまだね、誰とも顔合わせてないんですよ今日。さっき来た時誰もいなくて、で練習して、でちょうど配信始めようと思ったちょっと前ぐらいから、思った時にズラズラズラっていっぱい人入ってきたから、そのまだね、誰がいるのかもわからない。こんばんは、チュチュンチュチュンチュ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 ン、もし自信をなくしてくじけそうになったら、いいことだけ、いいことだけ思い出す。そうそう、なんでアンパンマンってこんな歌詞がいいんだろうって最近思う。普通歌った時に、地球をひとたびアンパンマンは君さ、力、あれ、アンパンマンは君さ、君は優しいけど。あら、田口を見てきた。そうだな。そうなんですか。田口。駅の田口あったよ。駅の田口とね。チーズなん食べた、みなみちゃんと3人で。みなみちゃんが食べたことないって言ってたから行こうってなって一緒に行ってきた。いや、それはそう、愛知ゆうきだけが友達ってちょっと悲しいよね。なんか リアルっていうの、なんていうの、なんか現実味があるよね。さあ、ぶっちゃけさ、友達って言っても本当の友達かわかんないじゃん。自分が友達って思ってるだけかもしれないじゃん。そう考えたらさ、あーってなるよね。あーってなっちゃう。そうだよ、あるね。
パン、アンパンマンは君さしかわかんないけど、アンパンマンがさ踊ってるんですよ、こうやって、アンパンマンは君さってやってるんですよ。羨ましいでした。可愛かったよ、ひなみちゃん。はい、変わらず。よかったです。です。めちゃめちゃ。そう、思っちゃうよね。わかるわかる。難しいよね。自分がすごい友達って思ってても相手からしたらそうじゃなかったりとかね。そう、自分が友達って思ったら友達ですよね。そう、でも相手のこと分かんないのが怖いよね。そう、そうなの、そうなのよ。どっからが友達で、どこからが友達じゃないのか、先をすればいい。難しいですよね、人それぞれだから。そういえば、さきさ、今年？今年の、めっちゃ急に話めっちゃ変わります。今年のね、生誕ティーデザインしたんですけど、多分これは。誰でも着れる気がする。なんかさ、いつもさどういうの書いたらいいのか分かんなくて、ちょっとシンプルにしました。何でも合うような感じだから楽しみにしててください。めちゃくちゃ急に変える。ちょっと今思い出した、そういえばこれ出さないと。これは割と誰でも割とというか合わせやすいと思う。合わせやすい、コーデしやすい。なんかそれは毎年よく分かんなかったじゃん。なんか前回はあの黒いのに紫色のバイキンマンみたいなのを9人ぐらい書いてやってたけど、とかあとペンライトとかなんかよくわかんないのばっかりだったじゃん。だから今回はお家とかでも使える、もちろん使えるよ、全然使えるし、外でも全然平気な気がする。どうなんだろう、嫌だって思う人はいるかもしれない。でもね、今回は絵とかじゃない。文字、今言っちゃって平気かな、まずい。楽しみにしとく、楽
尻の方がいいか。そっちの方が楽しみを得るもんね。ちょっと楽しみにしててください。どうだろう。気になるなったら全然言っちゃってもいいけど、どうでしょうか。なんかこういう感じっていうの言えるけど、まだ聞きたくない。どっちだろう。こんばんは。ちょっとこれはじゃあお楽しみにとっとこう。でも本当に使いやすくなると思います。前はよくわかんないイラストだったけど、なんかある言葉をどちらの意味でも捉えられるようにした。って感じです。待ってね、怖くなってきた。過ぎて今年19だよ。年が分かんなくなっちゃう。19だよね、これ19のやつでいいんだよね。分かんないね。先も分からん。待って、本当にちょっと待って、困ってることがありまして、皆さん考えてほしい。髪の毛を染めるんだけども、染めたいんですけど、どうしたらいいでしょうか。なんか白っぽくしたいって話してたじゃないですか。それはちょっとまだ聞いてからじゃないとわからないんですけど、許可というものをもらわないといけなくて、許可をもらうには、もし許可をもらえなかった場合、考えとこうと思って。どうでしょうか。色落ちさせて、白っぽくはなんなかったのね。だから白っぽくさせたいんだけど、でもそれがもしマネージャーさんにダメですって言われたら、ダメって言われちゃったら、どうしようかなって思ってます。そしたら他の色なんか許可もらえなくてそのままでいいと思います。本当に？そう、許可が必要です。聞かないといけない。先だから、青にした時もネイビーした時でも ね、1ヶ月だけでいいので、髪の毛染めてもいいですかって聞いた。1ヶ月くらい、武道館終わったら、終わった後くらいに黒かなんかそっちに戻りますって話して、大丈夫かな、ちょっと聞いてみる。いるかな、まだいるかな、いたら聞いてみます。
さ、あと2回ブリーチしたら白っぽく絶対なるよね。でもね、髪質がね、やっとあれなんですよ、戻ってきたんです。あのね、ケープした時のカチカチ感がなくなった、全く。なんなら黒の時よりも髪の質いいんじゃないっていうぐらいいいんです今。めっちゃね、いいの。なんか女の子って感じの髪の毛の質してる、毛質。そう、聞かないといけないです、髪の毛染めるときは。どうなんだろう、どうしようかなと思ってます。聞いてみます、いるかな。なんかさ、白っぽくしたらさ、ちょっと迷うけど、ポニーテールか、ポニーテールかね、おろしかで、ちょっと迷うんだけど、エクステをつけたいの。もうずっと言ってるこれ、エクステつけたいの、ずっと言ってては最近だけど、最近始めたけど、ずっと思ってる。白っぽいというかブロンドにしてエクステつけてみたい。どうなんだろうね。ポニーテールか巻き下ろしか、どっちがいいんだろう。でもそんなめっちゃ高くなくていいかな、なんならツインでもいい、髪の毛長いんだったら。え、アイドルじゃない、アイドルじゃないとか言ってめっちゃアイドルじゃん、ツインなんてしちゃったら、前髪もあるし、めっちゃアイドルじゃん。え、そう、なんかそう、なんか美容師さんもどこの美容院行ったらいいのかもわからないから、とても困ってる、どこがいいのでしょうかって。誰か詳しい人いないかな。どうだろう、ねえ、夜最近涼しくなりましたよね。うん、寒くて寒くて、夜めっちゃ寒くてびっくりした。なんか裸で外に突っ立ってる感じ、裸でスキー場に突っ立ってるぐらい寒かった、そんな気分なぐらい寒かったです。語彙力のなさ。ほんと結んでんのがいい、だからもう髪の毛の量が多いんだよね、だからさ、結んでる方がさ顔がスッキリして見える。そんなことないかもしれんけど適当に言ってみた。メンバーに聞くのが一番ですかね、聞いてみます。なんか、でもエクステに詳しそうな人いっぱいいるから聞いてみます。めっちゃ目に刺さってるかもだけど、巻きが取れてきたから。優しい、ありがとうございます。急に寒くなりましたよね。
縛らないで前髪上げる派？前髪上げても、いや今日メイクしてないからな眉毛薄いし、いやうん、長かった頃な、もう懐かしいですね懐かしく感じます、ね、でも1年くらい経っちゃうもん、短くしてから。あの一回顎まで切ったのが12月のほんと最後の方だったのね。最後の方だったから、あくまで来たのは12月の最後の方で、でフレコンの前日にここまで切ったから、1月くらいだっけ、そんくらいだよね。2月か、あれいつだなんかね、1月2月くらいの時、こんぐらいだったじゃん。1月だね。こんぐらいだったじゃん。やばくないみたいな。そう考えると伸びたねってなるよね。夜暗くなるの早くなってる気がします。冬じゃんもう。冬じゃんもう。やばすぎ。こんばんは。似合ってたらしちゃうと思う。ほんと？え？迷っちゃうじゃん迷っちゃうじゃん。どっちがいいの？席はどっちが似合います？でもなんかちょっと久しぶりに髪の毛伸ばしたいなとか思っちゃったりしちゃったりしちゃってますなんか今白のペンダー出てきた。ありがとう。さっきの新しいペンだね。白のペンだに、あのね、ひまわりの造花ひまわりの造花だったら何でも OK。 ねえ、絶対あっという間ですよね。あと秋はどこ行ってしまう。でも10月くらいになったら秋になりそうな気もする。なんかこんな寒いけど、あ、秋来たなって感じになりそうな気がする。なんとなく。どうなんだろう。このまま冬行っちゃうのかな。それはちょっと悲しい。またロングみたい。なんか二重幅消えたんだけど、前髪で消えてんのか。聞いてみます、マネージャーさんに後で聞いてみます。頑張って聞いて許可をもらって頑張る。うんうん、白ペンダにひまわり早く売りたい。振ってください、いっぱいいっぱい振って。いやもうね、すぐわかる、めちゃめちゃわかるよ。すぐ見つけられる。どっちがいいんだろうね。それはちょっとしてから考えましょう、皆さん、ね、ロングにしておろしかポニーかツインかどれがいいか予想だ。最近ずっとそうですよね。なんか夏終わったら冬、冬終わったら夏。ね、春なかったもんね。どこ行っちゃったの？春と秋は一番好きな季節がなくなってしまった。うん。そしたらさっき、え？
すごいお腹の音鳴った。そしたら席、あと冬しかいないじゃん味方。冬しかいないじゃないか。まあ冬もちょっと無理なんだけど。ちょっと無理だけど。ちょっと無理だけどさ。まあまあまあ。夏よりかはって感じ。夏は無理。冬の方がまだいい。絶対ひと月もないですよ。晴れと秋。なんなら数秒。スレイすぎか。本当全然ですよ。お腹が空いてきた？急に。本当に病って感じですよね。めっちゃわかる。そうなのよ。体感は病。来てますよ、なんか。あら？サロペット。なんか中のこの T シャツがね、割と短い。この辺まで。肩よりちょっと下ら辺までしかないの。だから、とても寒いんです。なんでそれ着たって感じ？も思います。ただ単に白のロンティーはちょっと大変なんですよ、干すとき。ちゃんとまっすぐにしてから干さないとくしゃくしゃになっちゃうから大変だから、ちょっとめんどくさくて半袖にしたっていう。ちょっとね、めんどくさかったです。干すときは大変なんだよね。あと4分くらい？本当に？あと今だ。桜咲いた。はい、夏。え、なんかさ、桜咲くの早くなかった？声、キョトした？逆に調子が悪いみたい。なんかさ、すごくさ、桜咲くの早かった気がする。去年今年か。3月に散ってんの見たよ、先。3月に散ってたよ、桜が。あれ早くないって思ったんだよね。3月末ぐらいに散ってるのを見ました。なんだ、うん、季節の、なんだろう、風、匂い。匂いか、香り。え、それ感じない人だ。全然わかんない。あの、いつもね、くしゃみとか出てわかる。あ、花粉来たな、みたいな。あと温度っていうのかな、なんか風の感じが変わるよね。冬ってさ、すごい服に透き通ってくる冷たい風がさ、スッて入ってくの。あー、寒い寒いってな、それ。昨日はそうだったの。冬じゃんと思って。ね、雨も多かったですね、確かに。でも最近ね、全然ね、あれなんですよ、外に出るタイミングで雨降ってることが全然なかった。だから嬉しかった、それは。タイミングが良かったみたいです。
かさ、シャンプーじゃない、間違えた、ボディーソープだ。ボディーソープもさ、なんか金木犀の匂いとかよく言って飲みますよ、最近。それ金木犀の匂いわかんない、嗅いだことないや。あれは銀なんだもんね。あの胃腸は銀なんですもんね、あれね。金木犀匂い嗅いだことないかも。こんばんは。ないと思う。ないね。ないです。ないよ。香水とかよく聞くけど、いい匂いって。でも嗅いだことないかも、今思えば。あ、終わりました、イベント。お疲れ様でした、皆さん。朝早くから夜遅くまでありがとうございました、皆さん。本当にお疲れ様です、皆さん。夜遅くまでわざわざありがとうございました、本当に。本当にお疲れ様です。絶対眠いよね、皆さん。いっぱい休んでください、休めるとき。大丈夫、もうね、普段あれ、ショールームするとき、そんな遅くまでやらないし、なんなら朝早くとか絶対やらないと思うから。だからね、あの、ちゃんとみんなが見れる時間なるべくしたいと思ってるのでね。明日って何かあったっけ、分かんない。もしかしたら明日も配信するかもしれない。なんかさ、わかんないけど、多分するとしたら、席が配信する時間、だいたいね、8時からか9時からかなんですよ。でそっからなんかプラプラ喋ったら止まんないから、10時半ぐらいまでやってることがほとんど。なんなら11時ちょっと前ぐらいまでやってる。でもそんな感じなので、皆さんいっぱい休んでください。今日早く寝ましょう。寝れる方早く寝ましょう。今日朝早かったし、お疲れ様でした、皆さん。本当にありがとうございました。本当にね、そう、皆さんちゃんとお風呂にいっぱい使ってから、もう爆睡しましょう。爆睡しましょう。いいので、爆睡しようね。本当にお疲れ様でした、皆さん。本当にありがとうございます。本当に優しすぎる、ね、朝から夜まで時間ないの。ランキング読みます。ちょっとタイミングが分かんなくなっちゃった。ランキング読みます。13位、僕にできることさん。なんて読んだこれ。12位、ボイドさん。違かったらちげーよーって怒ってください。言ってね、ちゃんと。多分合ってる気がするけど違うのかな。
どうでしょうか。近かったら違えよと叫んでください。11位、こちらは千秋でしょうか。千秋ごぼうさんでしょうか。読み方が違かったら叫んで、ちげえよーってあのコメントで本当にちゃんと言ってくださいね。合ってるでしょうか。11、千秋ごぼうさん。10位、モンキードッグさん。9位、くんちゃんさん。8位、チョコレモンさん。7位、さきさらんへさん。かむさむにだ。6位、アレキシさん。5位、グリポンさん。4位、モンタさん。3位、めっちゃ天才さん。2位、ワイルドストロベリーさん。1位、あかねそらさん。本当に違かったら違えよって言ってくださいよ。間違えてたら嫌だから、先が嫌だから。言ってね。ありがとうございます。皆さんおめでとうございます。そして大丈夫かな、合ってたかな。大丈夫。ちょっと言うのがちょっとコメントで言いたくないなって思った方はなんかどっかしらで言ってくれたら気づきます。本当はね、何々じゃなくてね、何々だったんだよって言ってくれたら陳直すので。いっぱい言ってください。ありがとうございました皆さん。それでは、いっぱい休んでください。いっぱい寝てください皆さん。疲れてると思うのでね。お疲れ様でした。また配信します。また配信すると思います。わかんないけど、明日できたらしちゃうかもしれないし、明後日するかもしれない。わかんないけど、でもすると思います。近々夜です、するのは。それではありがとうございました。ありがとうございます。寝過ごしません。過ごしたくない。だって帰れなくなったら嫌だもん。ありがとうございました。バイバイみんな。ありがとうございます。お疲れ様です。